今日は芝山クラブの活動日です、はい、はい。今日は霞にあるお地蔵さん巡りをしていきたいと思います。はい、頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞで、一番最初のお地蔵さんがこちら長福寺さんにあるということで、はい、まずここからスタートです。スタートして霞にあるお地蔵さんを点々と回っていくと、はい、そんな感じで今日はええ格好してきました登山の格好になってます。登山の格好、はい、こうトレッキングシューズ買ったんですけど、はい、これめちゃめちゃ軽いですね。超軽い、これ軽いですよね。そうなんだ、ワークマンですけど。ワークマン見た目すごい重そうじゃないですか、はい、びっくりすると軽いですよね。登山にはぜひ。あ、そうなんや皆さんそうなんですね。普段着舐めとりますね、ちょっと。さあ、早速回っていきましょうか。はい、じゃあ行きまーす。ゴはい、隊長、はい、これ象ですか。これ象ですね。マンモスではないと思う。マンモスいや、マンモスかもしれないですよね。こういうのもなんか意味があるんですよね、多分ね。で、あの お釈迦さんが多分生まれる時、お母さんが、なんか夢でお腹に白い象が飛び込んでくる夢を見たとか。へー、お釈迦さんで、それでその後身ごもったとか、なんかそういう話が確かその関連なんかな、どうか。なるほど。これ両サイドがゾウさんってことですか。こことコマ犬。コマ犬。コマ犬なのか。コマ犬なのか。コマ犬でいいのか。お、こっちすごいですね。こ、なんかこの角度で見るとすごいエロい目をしてますよね。こう角度を変えるとコマ犬もちょっとエロい目を。ちょっとにやけてますね。ゾウさんもにやけた感じに。角度次第。Thank you.
今日は雨なんで大しけの海ですね。おお、絶景。うわ、怖い。怖い。これがいい天気だったらね。そう。結構道なき道。終わっちゃいましたもんね。すごいな。大海原。大神公園ですね。ここは大神公園です。いやー、すげー、すごい景色。永久平和への祈りを捧げる、第二次世界大戦終結前日、昭和20年8月14日正午前、日本海軍海防艦47号。ゴミのポイ捨て、不法投棄、違法駐車、最悪のマナーにグーッ。ここは八坂神社の敷地内だぞ。汚すものは天罰、クーダンルー、イエーイ。イエーイが出てきた。イエーイ、呼んできました。いや、昨日の昨日の動画のイエーイ。イエーイ、呼んできました。すいません、入れときます。ここ入れときましょうか。入れときましょう。関係ないけど、何回も出てくるので。あ、こうか、はい、で、ここを登っていくんですか。カニがある。わあ。左登る。あ、あれ？これ？うん。あ、左登る。もっとめっちゃ登ると思った。登ると思った。え、あ、そこにあるんですか。目の前にある。あ、本当だ、目の前だ。なんだ。
どうも不審者です。どうも。で車で移動してきましたけども。はい。堺地区ですね。はい。こっちですか。こっちの道を進んでいくということで。部屋の中へお邪魔します。それでは行きましょう。はい、レッツゴうん、雨が降ってきたよ。ここ行くんですか。
雨来た。引きで撮ったらわかるかな。大雨来た。境界線がわかるね。雨が降ってる。雪の時もあるね。うん。ああ、これはない。この道ですか？すげえ。このロープは下れってことですか？磯に、あ、釣りですかね。こっち？お疲れ様です。